最近あれぞ奥さんの腰道具、あ、すいません、失礼します。この腰道具と妹さんの腰道具が僕の YouTube で100万回再生されまして、はい、すごい、もうなんかありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。久しぶりやな、これにしてもらうの。今日はね、あの M2U と言いまして、こちら森伝説工業さんがお店を去年の9月にオープンして、まあ、僕も来たんですけど、まあ、その時はちょっといろんな方がいたりとか、まあ、お忙しそうだったんで、僕ちょっと今徳島に出張で来てまして、改めて来ました。森さんはショップ販売してるんですけど、腰道具ね、すごいこだわってるんですよ。赤ガラス側、ニックスとかね、工具もね、水圧転写したり、奥さんのケーシですね、ケーシは赤で、奥さんの妹のヒャカルさんですね。そういう店に入っていきましょう。店長こんにちは、触っていいですか？はい、久しぶりや。大きくなりましたね。だいぶ大きくなりましたね。 M2U さんの店長はあの子供店長ということで、ちゃんと頑張ってますか？見張りにちょっと見張り役ですね、はい、今からお店をゆっくり見せてもらいたいんですけど、どのコーナーが人気とか？一番今売れてもやっぱりスタッツですね。このここですか？はい、スタッツがやっぱ一番売れてます。スタッツって店頭に置いてるとこってなかなかないですよね。そうですね、徳島はうちだけやってますね。お、徳島でスタッツを見たかったら M2U さん。これはポロシャツですか？そうですね、ポロシャツがあったり、インナーですか？そうですね、コプレクション。スタッツこんなん出してるんですね。そうなんですよ、今やっと新作の方が入れていっきょんで、夏用で。だいぶ種類増えましたよね。そうですね、だいぶ増えましたね。スタッツってシュッとしたタイプなんで、試着してもらわんとなかなか買いにくいかなと。このお店では試着もできるんです、はい、ね、今までのその建設業界というのはちょっとこうダボっとしてたのがね、10年前とかは流行ってたんですけど、ジョーカータイプね、ベスト初めて見ました。そうです、これ新作で。新作らしいです、はい、あ、ショートパンツ。スタッツのショートパンツも初めてじゃないですか？そうですね、ね、今までなかったですよ。あとレギンスが出てくれたら最高なんですよ ね、 あ、そうですね、スタッツでね。黒とグレーのみですかね。そうですね、これは定番のやつは奥に。こっちがポロシャツ。ポロシャツも種類があって、チラッと見えるペイズリー柄がいいですよね。まあ、いろんなデザインがあります。じゃあ裏行きましょう。お、こんなんもあんねや。ね、新作ですか？これ新作ですね。これはセットアップで春夏、そうですね、涼しめですね。そうですね、生地が薄めで涼しそうです、はい、これがロンティ。これは昔からあるやつですよね。2つのロンティがあって、黒。あ、パーカある。パーカー。森さんはここのお店ではどの役割になるんですか？はいはい、サブですね。サブ。じゃあサブのおすすめ。サブのおすすめ。ちょうど今も来てるんですけど、あ、今来てはる。これ使いやすいですね。前ポケがあるんですよ。前ポケ、横も使えて。ほうほう。おお。ここはあるんですか？腕ポケ。ここペン差しあります。ああ、さすがっすね。それはどこにあるんですか？これここにあります。あ、スタッツめっちゃ多いな。これサブのおすすめです。店長はまだ何も着れないですね。店長サイズはないんでね。これが結構みんな着てますよね。そうですね、これ結構伸びるんで。へえ、そうそう、スタッツ結構人気です。その黒も結構人気で、はい、やっぱり買っていく人が多いですね。これですか？はい、やっぱ黒で渋めにできてるんで。これも昔のより新しいやつですよね。そうですね。かっこいい。店長おとなしい、泣けへん。あ、これですね、旧式。そうですね、僕持ってるのこれです。これが初代ですよね。そうですね、これが初代で、あったかめ。そしたらスタッツはこれでほとんどいったんですかね。ここもスタッツですか？そうですね、パーカーと、まあ、こんな感じでスタッツいっぱいあるんで、蔵元駅っていうところにあるんで、電車でも駐車場もあるんで、はい、次のおすすめしてください。はい、今結構売れてるのがグランシスコですかね。グランシスコ、ここですか？はい、この柄が、そう、そっちの明るい感じのがちょっとだんだん少なくなってきて、はいはいはい、時代が変わってるってことですね。ちょっとずつこういう感じで。夏はこれね、このタイプを紹介して。奥さん登場です。何がいいんですか？これはね、まずこれちょっとひんやりの冷感なんです。ちょっと触ってもらったら分かるんですけど。あ、薄いですね。そうなんです、冷感で、ナイロンが 80% で、はいはい、でポリが 20% なんですけど、さらっとしてます本当に。で去年も完売で早くなくなってしまったので、今回ちょっとかなり早く取り入れました。関して涼しくなるみたいなイメージですか？あ、そうです、そうです、そうなんです。このグレーとネイビー、はい、とあと今日ブラックがちょっと売れてしまったんですけど。また仕入れ貼るんですか？そうなんです、随時この3色があるんで、はい、まあ、好きな色を選んでくださいということ で、 ね、この裏は、ですね、裏もこれズボンですね。
ショートパンツ。そうなんです。結構短めなんですけど。動きやすそうですね。かなり薄くて、はい、でこの下にレギンスとかを履くとバッチリです。奥さんが今履いてるのは、あ、これはもうあのもう自分の、はいはい、すみません、履いとけばよかったすみません。宮迫さんと、はい、これは徳島のイベントかなんかでしたよね。そうですね、インフルエンサー万博で阿波踊りに来てくださって一緒に踊りました。あ、これ俺や。あ、そうなんです。オープンの時に来ていただいたのやつで、はい、お写真です。オープンの日は僕も行ったんですけど、結構かなりの、ね、方が来られてて。そうですね、結構来られて本当にもうありがたかったですね。まあ、そのニックス腰道具好きの方とか、はい、作業服ね、おしゃれ好きの方とか。そうですね、なかなかその置いてないのも多分置いてると思うんで、はい、ね、そういう方におすすめというか。そうですね、はい、次のおすすめ教えてください。そうです、最近、あ、ありがとう。奥さんの腰道具。あ、すいません、失礼します。この腰道具と妹さんの腰道具が僕の YouTube で100万回再生されまして、はい、すごい、もうなんかありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あ、でも久しぶりやな、これ見してもらうの。スニックスをこの前あの取り扱い開始になったんです。書いてましたね。はい、そうなんです。で、今日はないけど、はい、今からこう並んでいくの。そうなんです、今仕入れてて、はい、今日はそのニックスさんの商品はないんですけど、はい、これから、はい、あの仕入れられるってことなんで、はい、まあ、ニックス好きの徳島の方とかね、はい、来てもらえたら大体買えるみたいなイメージで、はい、です。で、すでにもうオレンジのカスタムカラー一式組まれる方がちょっといらっしゃって、あ、はい、予約みたいな感じ で、はい、M2U さんで、はい、この腰道具は僕の YouTube でも見れますし、はい、森さんの動画でも見れます、はい、すいません、はい、あの貼っときます。わかりました、どうも。腰道具ちょっと見てもらいたいと思います。これ見せてもらっていいですか。エイチです。これはこれでいいじゃない。ドロドロな感じ。あ、ベルトも青なんですね。そうなんです。青です。これは流行りの、今流行りのハンマーです。これはやっぱ暗いんですか。そうです、これでも暗いんです。いいですね。仕事してる感出てます、うん、めっちゃ頑張ってる感出てますね。青のデンドロボールかっこいい。これインダストリアルの。使います。これ、え、電光ナイフこれ染めてるんですか。そうですね、電光ナイフとカッターです。すごい。そのカバーは純正のカバー。 ここ純正ですね。ここだけ入っている。おはようございます。社長さんです。こだわりは何かあるんですか。こんな位置にして取りやすくしてるとか。そうですね、大体ハンマーとか、あの配線とかそういうのに意識、この配置全部考えてやってる。はい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 、いいですね。住宅される方はセットが一番安い。そうですね、やっぱここ、これで取って、でも配線線切るときはもうすぐにピッと切れるように。嬉しい、この感じ。ありがとうございます。はい、作業着もスタッツで。はい、かっこいいですね。かっこいい。持ってますよね。あ、持ってます。やっぱ涼しいですか。涼しい。これ履いたらこれ無理やもん、ほんま。これほんま今日しんどいっす。全然涼しいっすよ。これやとスリーブ禁止のとこでもいけるっすね。そうですね、長ズボンなんで、はい、自己紹介お願いします。通称ケイシです。よろしくお願いします、はい、お願いします。若い腰道具すごいですね。ちょっと目立ちますいや、もうほんまにすごいですよ。もう真っ赤っすね。そうですね、真っ赤ですね。真っ赤です。靴も同じぐらい赤いですね。そうです。あ、これすごいですね。これ森さん。そうなんです。あ、すごい。ちょっとネームタグを。すごいですね。こだわりがやばいです。水平キーで動くんですか。動きます。あ、回るんですね。あ、それいいんですね。そうですね、使いやすいです。あ、水圧転写。そうです。ここも真似させてもらってます。中村コボさんのハンマー。ここシリアルナンバー入りの分で。あ、限定の。そうなんです。田島のスケールも赤ですね。ベルトも赤で。はい。履いてるみたいです。ですよね。はい、賢いな。名物店長です。なんか宣伝してくれますか。いた。叩かれた。とりあえず面白くしたいです。元気やご。